津軽海峡周辺の海事、空事基地。1正木警備所、2正木警備所白上市所、3両飛警備所、4函館基地帯、5大港基地、6下北海洋観測所、7車力分屯基地、8大港分屯基地両飛警備所は、海上自衛隊の組織の一つ。大港地方隊函館基地帯0下にあり、津軽海峡対岸の松前警備所と隊になり、 津軽海峡を通行する艦船の警戒、監視にあたる。施設所在地は、青森県東津軽郡外ヶ浜町あざ、民間屋立浜54。1953年9月16日に、海上自衛隊の前身である警備隊において、大港地方隊の設置とともに解除した。津軽海峡は、日本海と太平洋を結ぶ国際海峡として重要であり、 軍事上のチョークポイントともなっている。仮想敵国の一つである、ソ連、ロシア艦船などが通行することもあり、それらの警戒監視のために編成された。陸上固定施設であり、海峡を望む両日先そばの高台にレーダーなどの監視機器を設置している。施設設置場所は、かつて旧陸軍の津軽要塞のあった場所であり、脱皮先砲台や海軍監視所と同所でもある。 ありがとうございます。